はい、どうも皆さん、こんにちは。新田です。新田のダンススクールやってまいりました。いやーてですね、さあやってまいりました。今日はですね、ミーアイさんたちのダンスについてのお話というところで、ご質問たくさんいただいておりますというところでございます。今回選ばれし11名の方たちのダンスについての分析と、あとはそのトータルで見た時のミーアイさんたちのその特徴ってどういうところになっていくのかなというところについてお話をしていきたいなというふうに思っているところでございます。まず、ポジションのところのお話でいくと、リーダー誰がやるんでしょうかとか、いう話もちょっと来ているので、そのあたりについてもサクサクとお答えしていこうかなというふうに思うんですが、まずリーダーは個人的には桃田ちゃんかなというふうに思ってます。桃田ちゃんリーダーで、サブリーダーというかね、影でしっかりその桃田ちゃんを支える役割として、心ちゃんかなというふうに思っているところでございまして、まあ、K-POP だとよくあるかなというふうに思うんですが、まあ、全部が全部そうではないかもしれないんですが、最年長の方がリーダーではなく、リーダーを他のまあ何でしょうね、こうまあリーダー気質のある方にお任せして、最年長の方がその人のサポートに回るっていう体制がまあちょくちょく見受けられるんですよね。でそのリーダーってやっぱりそのリーダーたるプレッシャーだったりとか背負っていくものがあるじゃないですか。ってなった時に誰かにやっぱり相談できるっていう環境があるからこそリーダー頑張れるよねっていうところがやっぱりあって、でそのリーダーが頼れる人って誰っていうと、やっぱりそこが最年長の方になってくるっていうのが、よくしばし見受けられるかなというふうに見ていて感じるところがあります。例えば BTS とかだとナムさんリーダーですけれども、ジン君最年長で、お兄さんとしてもこういらっしゃったりとかっていうところで、その最年長たるそのアドバイスだったりとかその言葉だったりとかっていうのが実はすごく大事になってくるよねだったりとか、アイブちゃんたちだとユジンちゃんがリーダーで、でも、最年長のところにはガールちゃんがいて、で、まあ、ガールちゃんとか、昔のビハインドとかでよくおっしゃってたのは、リーダーはユジンちゃんだけど、何かあったら私にいつでも相談してねっていう、お姉さんだからねっていうのが、まあ、コミュニケーションの中で実際にあったりとかしていて、まあ、そういうバランスの組み方がすごくまた合うグループさんになるんじゃないかなっていうふうに思ったりとか、まあ、あとはその、ももなちゃんのキャラクターですよね。もう、海賊王じゃないんだけども、まあ、世界のてっぺん取りますっていうところのそのお話とか、目標がすごくわかりやすくって、ダイナミックっていうところで、こう、鼓舞されていく部分、もしかしたら本当にいけるかもしれないというか、すごい現実的なラインを、じゃあ今年はちょっと6位ぐらいを、はい、来年は4位ぐらいをっていうよりも、もうトップっていう、そのやっぱり少年ジャンプみたいな雰囲気というか、漫画の本当チームだなっていう風に僕見てて思うんですけども、そういうキャラクターにこう押されるというか、どこから湧き出るんだろうその自信みたいな、でもその人のその自信と言葉についていきたくなるっていう主人公感みたいなものがやっぱりモーナちゃんの魅力かなっていう風に思うので、そこにこうなんでしょう、みんながこうついていきたいっていう風に思えるそのダイナミックさっていうんですかね、そこがぴったりなんじゃないかなっていう。でそんなところでも桃田ちゃんはやっぱり人間ですからね、何かちょっとこう落ち込んでしまったなとか悩んでいるなっていう時に心ちゃんにこう相談ができるっていう、このお二人のケミストリーっていうのは本当にこれからミーアイさんたちにとっての、まあ、チームとして活動していく中で大事になってくるんじゃないかなっていうふうに見ていて思うところもありますし、振り返ってみれば、第2話かな、ムッテキーノっていう風にアイドルをね踊られたこのお二人が、まあこうしてこうリーダーとサブリーダーとしてミーアイさんたちをこう一緒にこう束ねていくじゃないですけども、大きい船を作っていくっていう風に考えると、それもまたドラマチックではないかなという風に見ていて感じているところがあります。はい。でボーカルのあたりだったりとかラップのあたりだったりとか、まあつづみちゃんとあやねちゃんで2大ボーカルになるかなっていうところがありますよね。であとはラップのポジションでけいこちゃんとりのんちゃんかな。でサブボーカルボーカルのところで、ココナちゃんとミュウちゃんとしずくちゃんかな。であとはももなちゃん、ココロちゃん、すずちゃんっていうところだと思います。で結構オールラウンディングにポジションをこなせる方、例えばココロちゃんだったりとかすずちゃんだったりとかミュウちゃんだったりとか、でももなちゃんも割とオールラウンディングなポジショニングになってくるかなというふうに思うので、それぞれのその個性が活かしやすいというか、真ん中の部分をしっかりと固めた上でそれぞれ個性を持った人たちが
なんかね、こう見てるとみんな持ってる武器が違うっていう感じがするんですよね。で、その色味の鮮やかさみたいなものがやっぱりこうミヤエさんたちの一つポイントかなっていうふうに思っていて、稀に見る個性の強さというか、本当に皆さん、なんでしょう、キャラクターが各々のものを持っていらっしゃって、それがそのまま武器になるというか、新しくここから何か武器をこう見つけてっていうよりかは、もう今の段階ですでに自分の得意なものとか自分の魅力を持ってる方たちが集まってるっていうふうにも思うんですよね。それが最終的には投票の結果に反映されてるんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、それをもう本当にそのまんま各々が自分のその得意なこと、自信を持ってのびのびとやっていくっていうことで、最終的にチームの力になっていくっていう、その11人が集まってると思うので、結構無敵のチームが出来上がるのではないかなというふうに見ているところがあります。で、例えばボーカルの部分でいくと、あやねちゃんとつづみちゃんってやっぱりその歌のスタイルだったりとか声の質感だったりとか少し違うじゃないですかっていうところで、まあそれが曲の幅に生きてくるというか、じゃあ今回つづみちゃんメインボーカルの曲です、今回あやねちゃんがメインボーカルの曲ですっていう風に、やっぱり描ける色味が多いと、それだけ曲の幅も広がってくるっていうところがあるので、ぜひぜひこの11色を、もう最大限に使っていただきたいなっていう風に思えるグループさんでもあるかなっていう風に見ていて感じます。で、気になるところがダンスのお話でございますね。たびたびダンスについてのお話はしているんですけれども、まずメインダンサーについてはもう文句なしのランちゃんかなという風に思っているところがあります。もうなんならばミーアイさんたちのダンスのクオリティはランちゃんにかかってる。ランちゃんにかかってると言っても過言ではないぐらい、ランちゃんが引っ張っていってくださるんじゃないかなというふうに思いますし、その完成度がそのまま、これから出てくる作品の完成度につながってくると思います。昨今いろんなグループさん見てますけれども、やっぱりダンスのレベルが非常に高いというところもありますので、そのまあ激動のガールズグループ市場の中で頭角を表していく上で、ランちゃんの存在というものは、もちろんランちゃん単体で見せていくっていうところの、まあその何でしょう、必殺技的なところでのランちゃんもすごく大事になってくるんですけれども、同時にチーム全体のパフォーマンスをこう底上げしていくという意味においても、ランちゃんがとてもこう鍵になってくるのではないかなというふうに見ていて感じます。で、じゃあランちゃんだけかというと、僕そこにランちゃんにこう追随する形でダンスに非常にこう期待をしている方がいらっしゃいまして、その方がですね、山本すずちゃんでございます。すずちゃんのダンスはやっぱ結構やばいと見ていまして、そのフィジカルの部分ですね、やっぱりダイナミックな体の使い方と俊敏さ、パワーで、あとはそのダンスのポイントのつかみ方っていうんですかね、センスですね、力の入れ方抜き方っていうものが本当にポイントポイント要所要所ですごく見えてる方だなというふうに思っていまして、踊り方がもううまいんですよね。で、そのあたりのセンスを持った上で、その元となってるポテンシャルとなってるそのフィジカルの強さ、あとはその空手で培った身体操作性っていうものがめちゃめちゃ大きく関わっているというふうに見ていて思いまして、まだ2年とか、まあ、3年弱ぐらいの、歴の中であそこまで踊れるっていうのはこれかなりすごいことだなというふうに、見ていて感じました。というところもあって、ランちゃんの元でさらに磨きをかけると、もうランちゃんのその内容クオリティに匹敵するぐらいのものになっていくんじゃないかなっていうふうに期待もしているというところはあります。はい。ただランちゃんの完精度はものすごいところがあるので、もうすぐに追いつけるレベルとかでは多分まだまだないとは思うんですけれども、ただその領域まで踏み込める方なんじゃないかなっていうふうに思ってる方がすずちゃんでございますね。まあ歌ももちろん素晴らしいんですけれども、ちょっと僕の中ではダンスの面ですずちゃんに期待していきたいなっていうふうに思ってるところがあります。で、そのポテンシャルっていうところで言うと、実はミーアイさんたちすごくパフォーマンスのポテンシャルを兼ね備えたグループさんでもあるんじゃないかなというふうに思いまして、ダンス解説のところで結構お話はしているかなというふうに思うんですけれども、例えばつづみちゃんですね、メインボーカルのつづみちゃんもダンスの踊り方見てると、やっぱり先ほどもちょっとすずちゃんのところでお話もしましたけれど、ポイント掴むのがめちゃめちゃうまいと。で、その見せ方、どこでアクセントコーンって取って、ダイナミックに見せていくのかとか、キュートに見せていくのか、どのあたりのラインをこう綺麗に取っていくのかっていう、まあ、その体のバランス感覚っていうんですかね、左右のバランスもすごくうまくて、運動
神経いいのかなっていう風に見ていて思う方なんですよね。でそれでいくとリノンちゃんも結構動き方がすごく綺麗でうまくて癖がないっていうところがあるので、結構今のところこう白いキャンバスのところに綺麗に描いていける方たちが多い気がしています。あとはココナちゃんとかしずくちゃんとか、このあたりの方たち、まだそのダンスの歴がそんなに長くない方たちのパフォーマンス見てると、結構皆さんその地のポテンシャルでパフォーマンスを底上げしてきてる雰囲気があるんですよね。でその急成長ぶりを見ると、今後の成長というところもかなりこう期待できる部分があるんじゃないかなというふうに見ているところもあるのです。あのしずくちゃんとかダンス結構やっぱりあのめちゃくちゃダイナミックではないんですけれども、丁寧にポイントを押さえてすごく綺麗に踊れるっていうところに、表情も本当にナチュラルについてきていて、すごく踊り方にセンスを感じるんですよね。あ、うまい、見せ方めちゃくちゃうまいみたいな、人を引きつけるその見せ方っていうところがすごくうまい方だなというふうにも思ったので、そういうところの、まあそのダンスって、素早くパワフルに踊れるだけが全てではないので、どういうふうに見てる人をこう引きつけられるかっていうところの踊り方に関してもかなりこうセンスを持っている方たちが多いんじゃないかなというふうに見ていて感じます。あとあやねちゃんとかかなりダンスに全振りしてもいいんじゃないっていうふうに思うぐらい、パフォーマンスの力とあと幅があるっていうところなので、軸の強さだったりとかもそうなんですけども、あとはその体の関節の柔らかさ、この前みゆちゃんのところでもお話しして、みゆちゃんも結構同じことが言えるんですけど、みゆちゃんとあやねちゃんは結構持ってるそのもう体の特性がダンス向きというか、えぐいダンス踊れる人のそのフィジカルなんですよね、特徴を持ってるっていうところがあるので、そのあたりも踏まえていくと、うわえぐーっていうダンスがかなりまた見えてくるんじゃないかなっていうふうに思います。深みだったりとかダイナミックさっていうところがもしかしたら持ち味になってくるグループさんになるんじゃないかなっていうところも想像できますよね。でももなちゃんとかはかなりこうヘビーパンチというか、ブン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 ドーンっていうね、あのもうちょっと力抜いてみようかっていう、京都弱弱って言っても強に見えるっていうぐらい、ご本人の中ではまあ弱のつもりかもしれないけども、それが強に見えるっていうぐらい、やっぱり元から持ってるフィジカルの強さだったりとかがあると思ってて、それってまあもちろんコントロールをしていくことが前提にはなるんですけれども、ただじゃあももなちゃんちょっとかましてくれないって言った時に、わっしゃーって言ってかしこまりって言ってブンってドーンってやった時のパンチはものすごいものが出ると思うんですよね。っていうところがゆくゆくはミーアイさんたちの強みになるんじゃないかなっていうふうに思ってるところもあって、まあ先ほども言ったんですけど、皆さんがそれぞれの自分たちのその踊りにおける大切なもの、ダンスにおける大切なものを持った上で、特徴だったりとか強みを持った上で、それを各自が全力で出し切るっていう風にしていくと、すごく面白い化学反応が生まれるんじゃないかなっていう風に見ていて感じるところがあります。あの最低限のラインとして揃えるところ、みんなが右手出してるのに左手出しますね、これも個性っていうわけじゃないんですけれども、その形だったりとかニュアンス、リズムのテンポ感、足音っていうところでしっかりとそこを揃えていった上で、個々の表現っていうところに大きくこうシフトしていくと、すごいパワーが生まれるグループさんなんじゃないかなっていうふうに見ていて感じるところがあります。で、まあ、例えばけいこちゃんだったりとか、ココロちゃんだったりとか、みゆちゃんかな、真ん中の部分で踊るっていうところが上手い方たち、つづみちゃんもそれで言うとそうかな、だったりとか、しずくちゃんだったりとかですかね、その中心ラインのお手本となる動きに割とこう忠実に丁寧に踊れる方と、あとはそこから少しこう領域を展開して自分色のパッションでバチーンとかますよっていうところで、まあ石井蘭ちゃんだったりとか、すずちゃんもね、その点で言うと結構かませる方だと思うんですよね。すずちゃんだったりとか、あやねちゃん、りのんちゃん、ももなちゃん、このあたりの方、ココナちゃん、性格の部分で、まだね、ちょっとこう、おとなしさというか、控えめな雰囲気ありますけども、ココナちゃんはね、シルエットがとにかく綺麗なので、シルエット勝ちしてる方なので、本当に、うわってなった時にめちゃめちゃ化けるのはココナちゃんだと思うんです。まあ、おいおいかなっていう風に思うところもあるので、このあたりの方たちの、そのパフォーマンスの、何でしょう、一種の画の強さみたいなものが相まっていくと、すんごく面白いパフォーマンスになると思います。そのぐらい本当になんか皆さん、似てないんですよね。
いい意味で、いい意味で似てないっていうのがあるので、ダンスって、その、もちろん揃ってることが前提となりますし、それが見やすさだったりとか、情報の伝え方として、適切な方法として選ばれてはいるんですけれども、みんなが同じことをしているだけでやっぱり面白みがないっていうところもあるので、どういうふうに自分たちのその個性を見せていくのかっていうところのバランスですね。でいくと、すごく自分たちの色っていうものを出しやすい人たちが集まってるっていうのが強みだと僕の中では見ていて感じるところでございます。で、最終的にはその強みとなる色味ですね。皆さんのそれぞれの個性というところをパフォーマンスをこう統括してみるっていうところでのランちゃんですね。そこの部分もう少し動きを抑えようかみたいな。でももうちょっと出てきていいよみたいなところの細かい調整をしていくことによって、まあそのメリハリがつくんですよね。ダンスのそのトータルの例えば3分間の曲の中でどこで誰がどういう風に見えてくるのか見せてくるのかっていうのが全部こう味になって、最終的にはすごいフルコースのダンスが出来上がるんじゃないかなっていう風に思ってるところでもございますので、すごく期待していいんじゃないかなという風に見ていて感じているところがあります。プラス伸びしろのあるメンバーの方たちが結構多いっていうところと、石井蘭ちゃんというキーマンがいるっていうところに期待していただけたらなっていう風に思うところでございますという感じで、いかがでしたでしょうか。これからまた新しく、まあ今はもう曲の準備だったりとか、ミーアイさんとしての一発目の曲ね、シングルどんな曲が出るのかなっていうところもありますけども、そのあたりでまあ見えてくる部分がかなりあるんじゃないかな。それは音楽の方向性もそうですし、あとはまあその楽曲ですね、歌い方だったりとかっていうところもそうですし、ダンス振り付けの部分もそうだと思うので、あとはまあ衣装だったりとか、ここまでやっぱり個性が強くって本当に才能あふれる方たち、しかもこうまだまだ伸びしろのある方たちがここまで集まっているっていうところにもなるので、あとはもう本当に運営さんの力量にかかっております。この才能を活かせるかどうかっていうところは運営さんのクリエイティビティにかかってくる部分でもあると思いますので、そのあたりもしっかりと注目していきながら応援していきたいなというふうに思っているところでございます。という感じでいかがでしたでしょうか。ということで皆様の感想もぜひぜひ下の方のコメント欄よりいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ。